ノア！アギョ！貴様、こんなところで何をしてる？俺がレストランに来るのがそんなに珍しいか？貴様、何か企んでいるのではあるまいな。何、バカなことを。アギョ様。ミント、お前何を。話せば長くなるのですが、ゴミを出していたら警察の方というこのお方がやってきまして。警察？この変態中年のことが。この方です。私から事情を聞きたいと任意同行を求められまして、このレストランに連れてこられました。その通りだ。貴様の小汚い事務所に大気な美少女がいるというだけで十分怪しいわい。お前はどいてろ。ノア！何を聞かれた？はい、私の趣味や好きな食べ物などを聞かれました。ジュースはもういいのかなどと言いながら盛んに私の手を握り。おい西船橋。何のことだかわからんな。貴様の腹黒い企みを暴き出すのは国家公務員としての義務であり責務なのだ。そそくさと店を出て行ったぞ。まるで魔男か小外だ。ジュースをたくさん勧められまして、お腹に余剰液がたまっています。お前、ジュースなんて味わかるのか。いいえ、まるでわかりません。じゃあ、アニオ様ができるだけ人間と変わらぬふりをせよとおっしゃいましたので、断る理由がありませんでした。そうか。だが腹に入ったジュースはどうなる。そのまま貯蔵されています。人間の消化器官に相当するものは私にはございません。じゃあずっと貯めることもできるってわけか。容積は有限ですから、いつか排泄しなければなりません。排泄どっかな。もちろん。あったく今そんな説明はしなくていい。温度が暖かくなった以外、そのままのジュースとして飲むこともできます。今ここでコップに移し替えますか。慎んで遠慮する。はい。とにかく知らない奴についてきちゃまずいな。気をつけてくれ。警察の方とおっしゃいましたし、私が行かなければアニオ様が困ったことになると。の野郎、口から出まかせよ。アニオ様は警察の方に恨まれているのですか。俺が連中より先に事件を解決しまうからな。とりあえず1階まで降りよう。というわけだから、いいかミント、知らない奴には絶対についていっちゃダメだぞ。おい、ミント。アニオ様。どうした、西船橋に何かいたずらでもされたのか。体の調子があまりよろしくありません。貯蔵液が漏れてしまいそうです。貯蔵液。先ほど飲んだジュースが。ミント。アギョ様、すみません、漏れてしまいました。ありゃりゃ。今まで飲料水をお腹に貯蔵したことなどありませんでしたから。大丈夫か、お腹が痛いとかないのか。排泄して少しだけ体が軽くなりました。考えてみたら、ミントは生まれたばっかなんだよな。服が汚れてしまいました。また洗濯しなければなりませんね。ほら、手を貸して。ありがとうございます。このまま床に座らせておくわけにはいかない。ホテルの方が不思議な顔をしていました。
ミントが粗相をしたと思ったが、床を拭いてみるとオレンジジュースの匂いがするんだからな。人間のとは違いますから。おいおい、往来で話す内容じゃないぜ。探偵事務所まで送ろう。いえ、お忙しいアギオ様にそうしていただくわけには参りません。そうか、西船橋がまだその辺にいるかもしれんからな。すぐ帰るんだぜ。はい、お手数かけました。それにしてもあのロリコンホモ野郎、冗談は顔だけにしといた方がいいぜ。こら、なんだ、ロリコン中年思想濃漏ではないか。アギオ、これではまるで最悪ではないか。最悪だ。アギオ、貴様に聞きたいことがある。事情を聞きたいならお願いしな。機械人形を知らん。知らんな。回答に 0.5 秒は早いぞ貴様。まだどういうものか言っていないではないか。高生のミカちゃん人形のことか。そんなもんではない。女の格好で、年の頃はティーンエイジャー。無表情で感情はないが、喋ったり歩いたりできるそうだ。そうか。だが大きさは20センチくらいだろ。人形というくらいだからな。聞いて驚け、等身大だ。ちょうど貴様んとこにいるあの少女を。ん？ち、気づくなよこのバカ。いや、人形だしな。だが特徴はクリソン。納税者の諸君、この公僕は勤務時間中に痛い気な少女をレストランへ連れ込み。うわあ、あぎょ、貴様覚えてろよ。やつがアホで助かったな。だが、もう奴まで情報が降りてるとなると油断はできない。俺は、最悪の連中を叩き潰すためなら、ミントの情報こそ優先されるべきと考えていた。だから、ミツルギが出てこないのはおかしいと考えていたが、もしかしたら、思い違いをしているのか、俺は。これはアギョ様、かような場所でお会いするとは。ミツルギの執事がこんな場所に何の用か興味あるね。悲しみに満ちた心を癒すにはここが一番かと。それを俺が信じるとは全く思っていない。主人を探すためでございます。ミントは元気だよ。さすがは私の見込んだお方でございます。どうもこのじいさんの考えは読めない。何を目的に動き回っているのか。アギオ様の方には何者かから連絡はございませんか。何者かとは何者だ。何者かでございます。別にないな。心当たりでもあるのかい。ミツルギ様には共同研究者がおりまして。確かガルシアとか言ったな。そいつが動いてるとでも。はい。しかし悪いことばかりでもございません。ガルシア殿が出てくればミツルギ様の行方を知る手がかりになるやもしれません。お嬢様をくれぐれもよろしくお願い申し上げます。米村、どこまで信用していいのやら。
ぐお夕食です。阿行様、素敵な食器をありがとうございます。これにお食事を盛ったら食が一層進むことでしょう。何の？あとしばらくお待ちください。もうすぐできます。阿行様、お肉は大丈夫でしょうか？菜食主義者かって、肉も食えば野菜も食うさ。偏りはない。幸いです。ちょうど良い感じに調理できました。ここって探偵事務所だよな。お夕食のご用意ができました。もうそんな時間か。お口に合うかどうか心配ですけど。一緒に食うか？私は食べませんので拝見させていただきます。そうか。今日も一日お疲れ様でした。最近は仕事が少し忙しくてね。探偵のお仕事でしょうか？なあ、阿行様はなぜ探偵のお仕事にお付きになったのですか？そうだな、これしか飯を食う方法がなかったからかな。お仕事はお好きでないのですか？いや、ミントと同じくらいは好きだな。からかわないでください。うまいな、家庭の味がするぞ。私と同じくらい好きというのはどの程度の尺度なのでしょうか？ミントはいつも難しいことを聞くな。阿行様の方がずっと難しいです。そうか？行為には測量単位がないのでしょうか？君のことを150メートルくらい好きとか？百分率ではいかがでしょう。意味がないな。あなたのことが 100% 好きと言った翌日に別れる奴らもいる。女心は秋の空って昔から言うらしいぜ。人の気持ちはもろくも移り変わりやすいということでしょうか？そう言えるだろうな。阿行様も以前は愛した女性がいらっしゃったのですか？え？何？阿行様も以前は愛した女性がいらっしゃったのですか？ベックス、何？阿行様も以前は…あのな、察しろよ。何をでしょう？質問が少し痛い。すみません、ですが聞いておきたいです。なぜ？私の心の底にあるもやのかかったような感覚の正体がわかるかもしれません。いたよ、昔な。阿行様が愛された女性はいたのですね。なあ、その女性の方は阿行様のことを？おそらくな。確証は持てないのですね。そいつは出て行ってしまった。出て行くのは俺のことを見限ったからで、それはつまり愛が冷めたからと言えなくもない。その二重否定は阿行様も信じたくないからでしょうか？あのな、何者も確証など持てないさ。自分自身の気持ちでさえ確証を持てない奴の方が多いんだ。難しいです。俺もさ。ごちそうさん。また一緒にお食事してくれませんか？なあ、いいぜ。こんな食生活でいいのだろうか。
行様、もうお夕食は後片付けしてしまいました。お風呂は午後10時でございますので、よろしくお願いします。お帰りなさいませ、ハギョウ様。もうお腹いっぱいになりましたでしょうか。美味しかったよ。そのお心遣いだけで結構です。何、じっと俺を見て。いえ、ただハギョウ様を見ていたかったのです。何かありましたらお呼びください。変なやつ。お呼びになりましたか。もうすぐ後片付けの準備をしなくてはなりませんので。早く帰る時もあるさ。何、じっと俺を見て。じっと見つめたいだけか。阿行様。何。お耳掃除をして差し上げましょうか。は？お耳掃除です。お前、変なもんでも食ったのか。私は食事をする必要がございません。なんだよそのお耳掃除というのは。今朝テレビ内の殿方がカカアに耳掃除してもらうのが俺の幸せだとおっしゃっていました。変なテレビだったか。阿行様、幸せになりたくありませんか。変な勧誘みたいだな。じい、わかったわ。あったから。変なやつ。しかしベッドに横になってミントの膝枕にあやかってるクラス A の探偵、誰にも想像できない。そんなわけで映像はカットさせていただく。悪いな。じっとしていてください。間違えて刺してしまったら脳髄に到達してしまいます。おい、痛かったらおっしゃってください。あ、いてててててて、すみません。これくらいでしょうか。もうちょっと弱く。はい、このくらいでは。ん、まあまあ、あまり深く書かないでいいから。はい。あ、何。いえ。なんだよ。大きいのが。どれくらい。小指の半分くらいでしょうか。あ、取ってくれ。最近聞こえが悪かったのはそのせいか。はい。ふう、いい気持ちだ。テレビで言った通りです。ま、否定はせんよ。なんだか眠くなるな。このまま私の上で寝られたらいかがでしょう。そうもいかんよ、仕事がある。でも、とても気持ちよさそうです。まあな。終わりました。それでは反対側を。ん、こうか。もう少し、私のお腹に顔を近づけてください。こうかな。はい。こちらは、あまりないようです。ミントって、いい匂いがするな。阿行様、下腹部に鼻をこすりつけないでください。今は耳かきをしている最中です。今はミントのお腹の方を向いて横になってるんだぞ。
俺は目をつむってるから見えないな。まあ想像してくれ。どなたにおっしゃってるのですか？大宇宙の意志にだ。意味が理解できません。理解できたら大事だ。はい、綺麗になりました。梵天様で耳の中をくるくるして差し上げます。おお、いい知れぬ快感。ちなみに梵天というのはな、耳かきの反対側についてる白いふわふわのことだ。大宇宙の意志様へメッセージでございますか？まあそうだ。ふう、なんかさっぱりしたぞ。お前意外に手先が器用だな。まさか耳かきができるとは思わなかった。満足していただいてありがとうございます。ご要望があればまた。明日もやってもらおう。